メディアを再生するコートインザレイン飛んだ災難は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で主演、監督はチャールズ・チャップリン。1971年に映画研究家のアスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演13作目にあたる。日本語表記は他ににわか雨。 雨のご難、半日ホテル、捨てられた犬、雨に降られてなどがある。チャーリーは公園でぶりっ子の女性といちゃついていたが、そこに女性の夫が登場し、怒って連れて帰る。チャーリーは後をつけるようにホテルに宿を取る。ところが女性は無有病持ちであり、無意識のうちにチャーリーの部屋に迷い込んで、ベッドで寝入り込んだ。チャーリーはベッドに女性がいることを確認すると、 嫉妬深い夫の怒りに触れないよう、女性を元の部屋に戻した。恋の二重部に続くチャップリンの監督作品。もっとも、チャップリン自身は後年執筆した時点で、初監督作品を、この、どんだ災難としている。しかし、1914年8月にフ f イ・シドニー・チャップリンに宛てた手紙に記された、自身のフィルモグラフィーでは、マイオント20 minutes of l の下に、 マイオンコートインザレインと記してある。チャップリンの伝記を表した映画シアのデイビッド・ロビンソンは恋の二重部について50年の歳月のうちに忘れてしまったとも考えられるし終作とみなして省いたとも考えられるとしている。それ以上に重要なのはこの作品が一定の成功を収めて監督チャップリンの先行きが一応保証されたことである。チャップリンは作品完成後 セネットに作品を見せて、気憶を待った。やがてセネットが口を開いた。さて、次の作品はすぐにも書かれるかね。セネットはチャップリンに、奨励の意味合いで25ドルのボーナスを与えたが、これはしばらくの間続いた。作品の内容に関しては、ストーリーそのものには目を引くものはない。しかし、チャップリンの伝記を表した、映画視野のデイビッド・ロビンソンの見立てでは、 シーンの切り替えや接続技法、カットあり、ギャグのタイミングなどについては監督第二作にして早くも進歩の跡があり、字幕の使用は極力控えられ、映像だけでストーリーを語る技術が発揮されているとする。他1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。